こんにちは、デモンストレーターの田原栄一とカメラの教室最高師、フォトグラファーの三崎すぐるです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生、今日はカメラの教室の、コラボセミナー。そうですね、コラボセミナーですね、今日はということで、はい、今回ここにだって先生がカメラの教室 の、 あの募集要項に全フィルターサイズ貸しますって書くから、なんだこれ、全とか言うから49から82まで全種類。マジですか。ちょっと待ってください。全口径入ってるんですよね。全口径ですよ。すいません、ありがとうございます。全口径で書いてるけど、ステップアップリングとかでごまかそうかなと思ったら、全口径って言って、本当に全口径で書いてやがりますけどどうしますかって偉い人に聞いたら、はい、全部揃えたらって言うからじゃあって、あの私会社のシステムにこの死ぬほどのやつを一つずつですからね、これ。すいません。まとめてやったら2とか打てばいいんですけど、1個ずつ手打ちでこれを全部打ち込んだというのが私の。すいません、ステップアップって書いとくべきでした。すいません。でもまあ、これだけ揃うと。そう、圧巻ですよね、これ。ね、だからね、今日はほら、私これを用意したんですけども。これは SZ33mm、マニアックなレンズでしょ。はい、初期のあの SZ33mm、F1.2。おらららららら。これ、ボディは？ボディは変換マウントをつけてニコン Z50 なんですけれども、まあ、33mm で標準レンズ相当なんですけど、はい、50mm ぐらいですよね。これフィルターサイズ62なんですよ。62。普段ほら82だったらステップアップリングをかましてつけるみたいな感じなんですけど、そうですね、今回62でも全部する種類が揃ってると、うん、おすごい。でその全部というのが先生の指定で書いてるもんだから、もうブラックミストはナンバー05ナンバー1でしょ、あとホワイトミストでしょ。そうですね。であとプロソフトンは、プロソフトンクリアとプロソフトン A と MC プロソフトン B、 そしてノスタルトーンのブルーとレッドオレンジえ、レッドってありましたっけ。イーソビリーズとオレンジねそしてあのクロス系も、うん、R クロス、スノークロス、サニークロスで、アストツインクルスターの468ね、はい、だからクロス全部で6種類でしょ、はい、全部あります。なんかすいません、ありがとうございますすいません、ありがとうございますで、はい、あの始まる前に先生に聞いておきたかったのが、今日みたいに強烈に日が差してる時、はいはい、先生だったらどれ使いますかっていう話ですよ。そうですね、僕としてはやっぱりナンバーワンとかだと、ちょっと効力が強すぎる。さらにあの、ノスタトンブルーとかも、ちょっと効力が強すぎるので、はい、日が差し、かなり差してるときは、ちょっと弱めのモードを使っておいた方が効果的かなっていうところから。あの、主張、フィルターの主張が強くなりすぎないように、あの、ちょい足しみたいなね。ということはナンバー05ぐらいっていう、ね。そうですね。ブラックミストナンバー05とか、僕の場合だったらホワイトミストナンバー1とかは。ああ、ホワイトミストナンバー1もね、弱めですもんね。とか、あとプロソフトンクリア。ああ、プロソフトンクリア。このあたりがいいかなって思うんですけど、私は今回、ちょっと、秘密兵器持ってまして。はい、ああ、あれですね。もう発表済みだからいいんですよ、はい、発表済みですけどね。ブラックミストプロテクターを持ってます。だからブラックミストプロテクターでいこうっていうことですよね。はい、そうですね。で、私はそういう話を聞いちゃうと、はい、先生の逆を行くのがあれなんで、あえての MC プロソフトン B か、最近のところで言うとノスタルトーンのオレンジとか行っちゃおうかなみたいな、ね。オレンジは使いやすいと思いますよ、結構。オレンジとか、あとブルーね。ブルーの方が強いんですよ。そう。これぐらい強烈だったら今日の光すごい、もう。いや、あの強烈すぎるんですよね、結構。でもそういう誰もやらないようなところを狙うのがいいんじゃないかなというところもありますし、あと先生ちょっとそちら側にあるものを、あら、はい、これ見たことありますね、はい、なんかこれ見たことありますね、何ですかこれは、何ですかこれがとぼけっていう、レンズベビーオムニですよね、はい、オムニのフィルターというのも今回はフィルターという括りですから、はい、こういったものの貸し出し機ももうこれも一箱分、はい、わらららありがとうございます、用意ございますので、これで勝負というのも楽しいかなと思いますよ。そうですね、このあたりとかやっぱ光が結構多いので、こういうのも結構使いやすいんじゃないですかね。はい、で、あとこうなってくるとね、問題なのが一つありまして、はい、明るいでしょ。明るいですね。絞りはまあ開放で撮りますけど、まあ ND フィルターとかも、そうでしょう。だから急遽 ND フィルター寄せ集めてきました。あら、マジですか。まあ、あの、サイズが多少こっちはそれほどなかったりするんで、62、67、77、82ぐらいですけども。まあ、そうですね。あれ、ちょっと待って、ND フィルターってことは、日中シンクルもありっすか。まあ、そういうのも考えてもいいんですけども、ひとまずね、レンズを開放で使いたくっても、4000分の1秒行き止まりみたいなことがあるじゃないですか。ありますね。そういう時も回避できるようにも、まあ、準備してますので、はい、うん、今日は、傑作を先生に見せてもらいつつ、はい、もうバリバリ撮ります、今日は。私も先生が取らないような技を
やっていこうと思います。負けませんよ。いや、鉄人ですからね。いやいやいや、あの、私一応フィルターのエクスパートということですけど、鉄人ですからね、先生ね。いやいやいや、健康公認。はい。健康フィルター公認。ありがとうございます。ということになりましたので、はい、今日はマジモードいこうと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、大変かもしれないけどね。この時に、極力太陽光を見ないようにして、目線下の方で大丈夫。それは眩しくないんで。で、まずは、あの、マニュアルモードで今日は撮っていくんですけど、僕の決め方ですね。F 値から決めます。で、ちょっとアメさんこっち行ける？若干こっち。こう、こちら側に。あの、全体の体の位置ですか？体の位置を。体の位置をこっち。こっちが、あの、立ち位置。そうそう、立ち位置。立ち位置、立ち位置。そう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 。で、このまま決めていくんですけど、じゃあまず、わざとめちゃくちゃ悔しい。先ほどまで晴れてたんですが、先生の雨殺要望が強すぎたせいか、雨がポツポツやってきました。ノスタルトンオレンジで結構いい感じだったんですが、火が出してきて、差してきたことで、みんな、あの、効果弱い方でいってるので、今度は効果が強いプロソフトン B でいこうかと思います。このクロスフィルターですね、ツインクルスター 6X をソフト効果的に使うというのをやってみたいと思います。先生は順調にノスタルトンブルーで撮影という感じですね。効果が強すぎるフィルターの場合はどうしてみるんですか？順光です。順光ですか？順光で撮ってみる。はい、先生はオムニ技に出ましたね。金と、あ、金じゃなくて、白、あ、金色でいきましたか。こういう時に50ミリでも結構縦で撮ると歪むので、ちょっと泡を上げて、こういう感じに、めちゃくちゃ肌が綺麗に映るんです、ソフトフィルターは。あ、これあれですね、募集の時の写真でこのタイプありましたね。そういう撮り方をしてます。